どうも皆さん、モハイブニング、どうも皆さん、おかえです。初めましての人はどうぞよろしくお願いします。ということでね、今日もやっていきましょう。今日何をやっていくかしたら、こちらじゃんということで、6月号の月刊バスケットボールが発売されましたということでね、これもね、また前回同様、少し内容をね、一緒にみんなで見ていこうかなというふうに思っております。はい、先月のがあるんですけども、先月の表紙はですね、八村くん、堂々と写っておりますね。まあもちろん皆さん分かりますよね、今月の表紙を飾ったのは、チャンピオンシップですよ。今もホットな話題の B リーガーたちですよね。こちらが表紙を飾っております。今月号はなんと4月24日に発売ということで、おそらくね、連休が絡んでくるので、少しいつもよりね、早めに発売されたのかなというところですね。はい、それではね、早速見ていきましょう。今回はでも皆さんが予想する通りにの多分内容かなと思うんですよね。まあチャンピオンシップのことだったりっていうのが書かれてて、で2ページ目もう最初いきなりやっぱりそうですよね、八村くんの内容出ますよね。はい、まあちょっと付箋引いてあるんですけど、NCAA に残した大きな足跡みたいなね、とこですよね。まあアーリーエントリーということで、ドラフトというか NBA をですね、まあ、挑戦するんだというところで、まあ、ゴンザガ大学にですね、まあ一旦ね分かるというか、こう少しね、今までありがとうございましたみたいなね、ツイッターを残しましたよね。まあそして、やはりね、平成最後の月刊バスケットボールですよね。平成最後というか、平成最後の間の月刊バスケットボールということで、ね、意外と価値があるかないかなというところで、結構こう昔のね、歴史をこう見ていくような内容結構多いのかなと思いますし、そしてじゃじゃん、スラムダンク、皆さんご存知、スラムダンクの井上さんですねの、ページが、書かれていますね。こちら2ページにわたってね、書かれてます。ちょっと細かくですね、いや非常にいいですね。ここにも、ありますが、こう B' といって B リーグともね、井上さんコラボしたりするんですよね。だこれからもっともっと B リーグね、盛り上がっていくんじゃないかなというふうにも思いますよね。いいですよね、非常にいいですよね。はい、そして、これね、結構面白い記事かなと思ったんで見たいなと思うんですが、こちら平成の能代高校伝説ということで、ここね、思いっきり田臥選手が映っておりますよね。3年連続3冠と、こうこちらにもね、まあ、歴代のやつが載ってるんですが、こう少しね、今回の月刊バスケットのことを少し、書いたような内容がね、結構多いんじゃないかなというふうに思って、昔のですね、写真が出てたりとか、田臥選手がサンズにいる頃の写真だったりとか、現在千葉ジェッツの、大野ヘッドコーチの写真が載ってたりとか、ね、こうやって、辻選手の昔の写真が載ったりとか、渡嘉敷選手とかの写真が載ってたりとか、してね、こう非常にこう昔のね、ことが書いてあるのが多いのかなっていうふうに思いました。そして昔の月刊バスケットボールのこう表紙のね、高校卒業特集なんていうのもね、書かれたりするんですが、こうやってね、歴代の月バスのですね、表紙に出てるわけなんですよね。はい。そして他に何かね、面白いのないのかなって思ったところで、まあ結構皆さんが多分想像するような内容なので、僕が伝え込んでもないのかななんていうふうには思います。そして、こちら少し見ていきたいんですが、もう各地でですね、高校生のインターハイの県予選が行われているところございますよね。はい。そういった形で、3月にですね、いろいろこういう大会が行われたんですよね。そして5月のこのゴールデンウィークにはですね、能代カップ、ご存知の能代カップが行われていくわけなんですよね。そして高校男子勢力図なんて言って、まあインターハイに向けたですね、内容がこう書かれているわけなんですよね。もちろん福岡第一、中部大第一だったりとか、平成福岡大大堀とかね、いろいろあるんですが、そしてここにね、また内容が載ってるんですが、カズカップですよね。工学院がプレゼントしているこのカズカップであったりとか、あと大東カップ、大学生と試合をしたりね、あと埼玉カップ、他にもですね、BJ カップって言って墨田区総合体育館で行われました大会なんかも実は行われてたりするんですよね。そういった内容はちょっと載ってなかったんですが、まあこうやっていろいろ各地でですね、まあ全国の強豪校が集まってゲームをするというようなね、ところも載ってたりします。うん、それであとはそこまで、目立った内容なんか突出してこれはお伝えしたいなっていう内容、特にねこう面白い内容ってのもなかったんですが、まあ強いて言うのであれば、僕もですね、ちょっと取り上げさせていただいたんですが、
こちらジュニアオールスター2019ということで、京都代表が優勝しましたね。準優勝は東京 A ということで、まあ、東京 A にはですね、かなり有名なテーブス海選手の弟が、ね、テーブス瑠華選手がいるんですが、そういった特集もね、少し書かれてたり、します。はい。であとはミニバスのことも書かれてますね。ミニバスも、群馬の方でですね、あの試合が行われていたんですよね。ジュニアオールスターではなくて、2019、全国ミニバスケットボール大会スペシャルレポートということで、こちら群馬でも行われた、このことについてもね、少し、内容がね、書いてありますね。他にはね、特に今回はないのかなっていうところ、チャンピオンシップの内容もそこまで細かく書いてあるかって言ったら、そこまで書いてなかったような印象ですね。はい、こんな感じですね、今回は。あ、もちろんそのページは、特集のページはあるんですが、そこまで、深く書かれてないですね。監視のページで言うと、まあ、チャンピオンシップの、こういう風に書かれて、順位表が書かれてたり、順位とか組み合わせ表が書かれてて、これ、三河になってる。4月16日現在、これ三河って入ってるんですが、4月16日現在ってなってます。今、順位も違いますよね。うん。でもそこまでね、深く内容は書いてありませんね。はい。そしてそうだ、忘れちゃいけない、この選手、吉田麻美選手、たくさんの感動をありがとうということで、引退しましたよね。僕も別の動画で、吉田選手のことについて少しね、上げさせていただいたんで、まあ、もしよければね、そちらの方もご覧いただけたらなというふうに思います。本当にですね、日本の女子バスケットボール界を牽引してきたね、一人でありますのでね、でこれからのキャリアをね、ぜひ期待してね、見ていきたいなというふうに思いますよね。はい。そしたらね、今日はこんな感じで終わっていきます。そして付録でこれがありました。ミニバスプレイヤーコーチ保護者のための情報満載ということで、これが付録でね、今回ついておりました。ミニバスのね、ルールを知らないお父さんお母さんね、いらっしゃったら、ぜひね、これね、簡単なあのルールなんていうのも書かれておりますので、ぜひそちらをね、見ていただけたらね、いいんじゃないでしょうか。それでは今日はこんな感じで終わっていきます。それではまた会いましょう。See you next time! バイバイ。